おはようございます。逆斎です。本日のお話は、まずは自分を変える。人生はそれに応えるというお話です。ジミー・ジョン・ミッシェルというですね、という人の言葉で、人生に対する私たちの姿勢次第で、人生が私たちに見せる姿勢が決まるというものがあるんですけれども、自己責任みたいなね、その風にも受け取れる言葉かなと思うんですけど、自己責任っていう言葉はね、メディアとかが使うときは大体こうマイナスな感じで使われることが多いかなと思うんですよね。で、その考え方を嫌う人もいると思います。環境をね、変えることばっかりに集中して、その個人は悪くないみたいな空気もあって、確かにね、その環境を良くするっていうのは大事だと思うんですよ。会社で言えばね、パワハラとかセクハラがこう起きづらいみたいな、それがなんか、会社っていうのはそういうものだみたいな、そういう、それはちょっと意味わかんないと思うんですけど、そういうのは確かに変えていくべきだと思いますよ。ただ、個人は何も変わらなくていいのかっていうと、そういうことではないわけで、もっと言うと、その制度というかね、例えば会社の例で言うと、パワハラとかセクハラっていうものは、いくら、その環境を整えてもゼロにはならないわけですよ。で、実際それが起こった時に、なんでそれがこう、あんまり表に出ないものも出てきちゃうかっていうと、それを言ったら、反発したら、例えば移動させられちゃうとか、クビにされちゃうとか、上司だから言いづらいとか先輩だからとかね、そういうのがあったりするわけで、そこに対してやめろって言って、でも言っても大丈夫な環境っていうのが大事かなと思うんですよ。でもその言うか言わないかっていうのは本人だから、そこはちょっと自分が頑張らなきゃいけない部分でもあると思うんですよ。環境を整えると同時にね。で、その自分は変わらなくてもいいというか、環境を変えていくっていうことばっかりに集中しちゃうと、環境を変えるだけで自分は変わらなくていいっていうような考えになってしまったね、極端な話。そうすると、いつまで経っても成長できない。誰かが守ってくれるみたいな、いうことになってしまうと、いつまでも精神的にこう自立ができないっていうことになるので、やっぱり人間どっかで、別にこう、好戦的になるということはないんですけど、戦わなきゃいけない場面というのもあるのでね。私自身はですね、自己責任っていう言葉が結構、好きなんですよ。なんでかっていうと、これも解釈の問題でしょうけど、自分次第でこう変えられると、物事をね。そういう考え方で捉えてるので好きなんですよね。いわゆるセルフヘルプというやつです。天は自ら助くる者を助くっていうね。ただもちろんどうしようもないこともありますよ。やっぱりそれは。どうしようもないこともありますけど、でも、ね、自分でできることもあるわけで、その明日できる出来事だってコントロールすることはできないんですけど、でもよく言われるように、その出来事に対する自分の態度っていうのは自分で決められるわけで、それをもう少しこう大きくすれば、人生に対する自分の姿勢っていう話になるということですね。どれだけしんどくったって、自分の姿勢を正すことはできますから。人生に対してだって、そこに立ち向かう姿勢っていうのを決めることはできるわけです。で、そこを誰かとか何かが変える、決めさせることは本当はできない。その、外面だけを強制的に言うことを聞かせることはできるかもしれないけど、内側にあるものっていうのは、変えられないわけですよ、周りからはね。自分自身がそれを受け入れない限りは。姿勢を正しても予想通りにいかないこともありますし、理不尽だなって思うことだって当然あります、それは。けど、姿勢次第で変わることだってあるし、同じ出来事で、これどうしようもないなっていうものであっても、見え方とか受け取り方が変わるので。なので自分が変われば人生はそれに応えてくれるもの。自分が変わらないままいいことないかなっていうのは、自分は変わらずに他人を変えようとしているようなものなので、それは人生にもし人格があったら人生さんだってね、いやちょっと待てよと。俺だけが変わるのかみたいなね、ことにもなりますから。だから自分の姿勢をまず変えると。
で自然とその人生というものの態度が変わるようにしていくっていうね、そういうふうな、まあ、考え方がね、大事ではないかなと思います。はい。ということで本日のお話は、なんだっけ、すいません。まずは自分を変える。人生はそれに応えるというお話でした。では、今日も素敵な一日を。